速報になります。えー、今回ですね、大東建託株式会社が、ハウスコム株式会社と完全子会社化を発表したという速報になります。はいえー、大東建託株式会社、ご存知の方いらっしゃるんではないかなと思うんですが、いわゆる大手ハウスメーカー、賃貸物件におけるハウスメーカーとして、あの、まあ、非常に有名な企業様になっております。 まあ、いわゆるヤフーとかそういったですね、大きいトピックスには載ってはいなかったんですが、まあ、私自身ですね、この業界にいるものなんで、このニュースっていうのは正直結構驚いたわ、驚いたんですね。はい。で、このニュースを聞いたときに、あの、今後ですね、ますます賃貸仲介においては、難しい時代、言い方で言うと、大手かなり強くなっていく、あのー、 具合になるのかな、というふうに思いました。はい。えー、その見解についてお話ししてみたいと思います。まず、大東建託についてなんですが、いわゆるですね、えー、管理個数。はい。賃貸不動産における管理個数っていうのは、もう多分二十数年連続一位だったかと思います。はい。あの、二位がですね、いわゆるシャーベゾンと言われている積水ハウス。はい。えー、そちらのですね、えっ、ー、と、管理個数になるんですが、 え、それでもですね、この大東建宅の管理物件の方が、まあ1位と2位と比較しても、確か多分2倍ぐらい差がついてるんじゃないかなというふうに思っております。はい。えー、詳しい、もしデータ知りたい方は、管理個数ランキング2024とかっていうふうに調べていただくと、あの、確かあの、今のニュースが出るんではないかなというふうに思います。すいません。しっかりした調べりせず申し訳ございません。はい。で、えー、ハウスコムさんっていうのはじゃあ何なのかっていうと、 賃貸仲介とかを行っている会社様になりまして、もともと大東建託グループのグループ会社なんですよ。いわゆる100%出資のグループ会社としてですね、当時成り立っておりまして、今ではですね、いわゆる M&A とかもですね、少しずつ行いながら賃貸仲介としてのですね、あの、確立もしている。まあ、私の視点からすると、まあ、本当に大きい会社さんの一部だな、というふうに思っています。 それが、いわゆるグループ会社から、子会社の方に、今回ですね、あの、なるということが正式に決定し、発表された経緯になっております、はい。で、グループ会社と子会社、人によっては、いや、一緒なんじゃないの、そんなの。何が違うのっていうふうに思うかもしれないんですが、えー、これはですね、あの、いわゆる、企業体質としては、大きく変わる傾向になるかな、というふうに思っています。はい。 グループ会社になってくると、これ皆さんお勤めになっている方だと感じるかもしれないんですが、なんだかんだでやっぱり、その、同じ会社、同じグループといえど、横の連携がなかなか取りづらいっていうなんていうことはですね、もしかしたらあるんではないかなと思います。はい。 あの、とあるですね、大手グループ会社の方にですね、あの、勤めている、えー、いわゆる部下長クラスの方にお話し聞いたことが昔あるんですが、あの、思ってる以上に、まあ、グループ会社、グループ会社になって、あの、お互いでですね、あの、相乗効果が生まれてるんじゃないですかっていう質問をしたときに、あの、いやいや、全然、あの、そういったところはないですと。 グループですけど、あの、あくまで競合になる時もありますし、あの、部署内で争う時もあります。なんてことがですね、実際に行われているっていう話はよくよく聞いております。はい。なので、まあ、グループ会社といえど、なかなか横の連携とかができなく、まあ、売り上げは別個になっているっていうケースは本当によくある話だと思います。はい。じゃあ、そんなグループ会社が、子会社にすることによって、どういうシナジーが生まれるのかっていう話なんですよ。 はい。で、これは私個人のこれあくまで見解の話なんですがえ、おそらくですね、子会社にせざる得なかったのかなっていうふうなのが私の見解です。はい、これどういうことかというと、まあ、いわゆるですね、まあ今までグループ会社の方にいて、まあ、 単独、独立して、いわゆる不動産賃貸仲介店舗としてハウスコムという会社さんが動いていたんですが、いわゆる大東建託の一員として一緒にやってかなければいけなくなってきた。はい。これはもしかしたらコントロールの部分なのかもしれないんですが、いわゆる賃貸仲介の売り上げだけだと、今後ですね、やはり見込みが難しくなるんではないかなっていうのが私個人の見解です。 はい。それは今のですね、いわゆる日本国内の経済状況、えー、環境の変化、えー、何度も私は口酸っぱく言います。実行現象。はい。そこにですね、いわゆる円安と、えー、物価高、ライフライン高騰など生まれたときに、えー、賃貸仲介においては、今後ですね、やっぱり引っ越しする方っていうのも、当たり前ですけど、減っていくというふうに私も思っています。はい。 そんな中で、やはり顧客のニーズの変化っていうのも、ものすごくですね、あの、変化が現れた、今年は特にそういった年だったな、というふうに私は思っています。はい。そこの、まあ、企業間のやっぱり競争に勝ち抜くためには、おそらくですね、えー、まあ、グループではなく、もう完全子会社化しなければ、いけない事情になったのかな、というふうに思っています。はい。 ま、あ何かっていうと、大東建託は大東建託で、え、これもですね、皆様ご存知かどうかわかんなかったんですが、あの、イーヘアネットってご存知ですかねイーヘアネットはい。これもまたよかったら検索してください。イーヘアネットで。はい。これをですね、イーヘアネットということで、これ独自のですね、FC 展開であったり、ポータルサイトっていうのを運用してるのは、これ大東建託のこれグループ会社になっています。はい。 そうすると、ハウスコムはハウスコムでまた独自でこれ動いているっていうふうになってくると、システムがですね、みんなバラバラになっている。はい。システムがみんなバラバラになっているっていうふうになると、当たりますけど、その分コストもかかってくる。はい。なので、まあ、グループ会社といえど、大元は同じ会社なのに、みんなバラバラの動きをしていて、みんなバラバラの考え方をしていると、もちろんコストはどん,どんどんどん重んでいくことになっていく。 はい。そんな事態がですね、おそらくもうすでに見え始めた結果、あの、いわゆる経営資源っていうのを最適化にするために今回の決断に至ったのかなというふうにも私は思っています。まあ、つまりですね、このハウスコムがいわゆる完全子会社化することによって、より大東建託における営業力っていうのがさらに強まるのかなというふうな私は、あの、恐れ、うん、恐れをもう感じています。はい。 ま、何かっていうと、まあ、例えば、我々賃貸仲介になってくると、もちろん、繁忙期、換算期などもありますので、例えば、換算期における行動指針とかで、よりですね、オーナー様への提案であったり、または、え、入居者様における、例えば、あの、より良いサービスの改善であったり、 そういったものも今後見受けられる可能性は十分高いかなと思っています。それが完全子会社化のメリットの一つだと私だったら感じているところではございますと。はい。まあ、それに伴って今はもう IT だったり、この不動産デラックスっていう言葉であったり、そういったのもですね、非常に増えているところになりますので、まあ、バラバラでやっているより、あの、頭揃えて、あの、みんなで一緒に学んだ方が、それは効率いいんではないかなというふうに私も感じているところではありますと。 はい。なので、ね、そういったところを踏まえたときに、こういった賃貸仲介店舗のブランドの共存。はい。先ほど言った通り、この e ーヘアネット。ま、あ言ってはこのハウスコムはい。えー、これはですね、おそらくブランドの共存ということで、よりですね、まあ、統一化されるかどうかっていうのは、これはわからないんですが、まあ、何かしらの手は打ってくるんではないかなというふうに思っています。はい。 で、先ほど言った通り、より良い人材の確保というところでいくと、まあ、あくまで大東建択としての人材雇用というところを踏まえてで、いわゆる人材の配置ですよね。はい。そういったときに、例えばこういったハウスコム様であったり、あの、子会社になっているところによりですね、ハウスコム関連の方を、まあ、適材適所で回すこともできる、ということも考えられるのかなというふうに思っております。 で、まあ、そういった時にですね、まあ、これもメリットとして、まあ、大統権、にハウスコムに今勤めている方の視点からすると、まあ、給与水準っていうところもですね、大統権託に近しいですね、水準になる可能性も高いと思いますので、あの、これは従業員の方にとっては私は、今はハッピーな話なのかな、というふうに思っております。はい。あくまで、えー、見解になりますと。はい。 でですね、まあ私の脅威はまずはこのグループソースですよね。はい。二つの会社がより一層一体感を持って、はい。 えー、一体化する。一体化もって一体化すると同じこと言ってるんですが、本当に申し訳ないです。ボキャブリーが少ないです。はい。あのー、そこを踏まえたときに、やっぱりより力が増してくるかなというふうに思っているので、ここは脅威だというふうに思っております。はい。特にやっぱり不動産管理、うん、管理個数っていうところについて、二、えー、つの会社がしっかり交わることによって、オーナー開拓というものはより進んでいくんではないかなというふうに感じているところではありますと。はい。というところですかね。はい。 なのであのもしこのニュース詳しい気になる方については「まあ、大東建宅ハウスコム」って検索していただくとあの各社の,です、ね、あのトップニュースにこの内容が入っていると思いますのであのより詳細版気になる方についてはそちらの方をご確認もいただけたらというふうに思っております。はい ということでですね、まあ、ハウスコムについては基本的にはまあ賃貸仲介というところで非常に勢力を伸ばしていらっしゃる会社様になるので、あの、私個人としてもですね、あの、非常にそういった便利においては、あの、競合だと思っていますので、えー、勝てるとこ、勝てないところ非常に出てくると思います。 え、勝てるところの隙間をしっかりあの見抜いた上でどういうふうな戦略を取らなければいけないかっていうのはこれは店長として大事な仕事の一つだと思っていますのでそういったニュースっていうのを常にインプットして忘れないために皆さんに共有もしつつ自分も日々励んでいきたいなということで今日の動画を撮らせていただきました今日の動画は以上にしたいと思いますいつもご視聴いただきありがとうございます